本日は特別企画走塁革命の前半です。はい、どうもライパチです。はい、33歳になってだいぶ走塁走り意識してますけど、もっと走れる。余計なお世話だわ。いや、もっと走ってほしい。いやいや、走ってるわ。というわけで本日はその徳さんのために素晴らしいゲストをお呼びしております。こちらの方です。よろしくお願いします。はい、いらっしゃいました。どちらの方ですか？はい、我が阪神タイガースを、今季第2位まで押し上げた走塁の神様、スーパーランニングコーチの秋元慎吾さんです。よろしくお願いします。阪神タイガースに躍進って今言ってましたけど、はい、どういうことなんですか？去年のシーズン前から、はい、一応盗塁と走塁の指導ということで、はい、選手の足を速くするっていうので、キャンプから、帯同させていただいて、はい、こちらの秋元さん、現役時代オリンピック強化指定選手として 200m ハードルで当時のアジア最高記録、日本最高記録を樹立。現役引退後は走りのスペシャリストとして、小学生からプロのアスリートまで多くの選手たちを指導しています。そして地元福島県大熊町のために被災地支援団体ありがとう大熊を立ち上げ、子どもたちのスポーツ支援、キャリア支援を行っております。しかしそんな秋元さん、なんと今でも 100m10 秒台で走るという驚きの脚力。いや、早っ。説得力 100% ありえない速さです。というわけでレッスンスタート。今の自分の走り方を確認します。どんなアスリートもまずは客観的に自分の姿を見ることが大事。よし。あれ、 すごく遅い。え、あのもんすよ。でも感覚と、はい、あれ遅いなって感じますよ、はい、そうですね。プロの選手ですら感じるんですよね。速く走るために必要なポイントって2つしかないですよ。回転を速くすることがまず速く走るための要素として必要なことの1つ で、はい、でもう1つがストライドなんですよ。1本の幅が広いとその分前に進んでますよね、はい、前に進む距離なんで、ってことはこの歩幅がすごく広い。でこの広さをキープした状態で回転数が上がっていくっていうのをちょっとイメージしてもらうと、歩幅も広い、回転数も速くなるとスピードが高まってくる、いわゆる掛け算になってるんですよね、はい、でも相反することじゃないですか。そうなんですよ。中には回転数がめちゃくちゃ速い選手もいます、はい、でも一方でそういう選手って歩幅が狭いです。これ野球で盗塁速い選手も結構多いんですよ。ロッテの荻野選手とか、はい、一方の歩幅が広いと、はい、回転数遅くなっちゃいますよ。そうですね。ってなると今度回転数を高めなきゃいけないっていうので、双方を高いレベルで両立させないといけないっていうことが一つポイントになってくるんですね。へ、走るときに大事なのって、回転と歩幅っていう話をしたんですけど、まずは走るときの姿勢です。姿勢、これが一番大事です。小学生はまずここ直すだけでまず大きく変わってきます。へ、はい、特に低学年の子とかになると競争すると、まあ、隣に速い子いると絶対横見ちゃいますよね。そうですね、はい、そうですね、方向感覚がまだないので、はい、見た方向に体っていっちゃうんですよ。なんでこう蛇行してませんか。人より多く走ってるってことなんですね。そうですね。単純にまっすぐ前を見るとか、姿勢作りの練習をするとまず姿勢が変わってくるんで、まっすぐ走れるようになってくるんですよ。これがポイントなんです。まずはそこなんだ。姿勢が悪いと地面にも力が入りづらくなっちゃうので、はい、まずはこの姿勢作りっていうのをまず最初に、はい、ちょっとやりたいと思います。わかりました。意識として、はい、こう身長を測るとき、はいはい、かかととお尻と頭を後ろにつけて、はい、そうね、あの姿勢がまっすぐな姿勢です。はい、かかとを壁につけましょう。はい、壁に、はい、でちょっとお尻もつけます、はいはい、でポイントはここですね。頭も後ろにつけるイメージを立ててください。まっすぐです。見た印象としてはすごく何ですか、胸を張ってないんですけど張っちゃってる姿勢になります、はいはいはい、まずこの姿勢のまま、はい、歩くっていう練習です、ね、なるほど、はい、まずいきなりこれ走っちゃうとフォームって崩れちゃうんですよね、はい、まずは今この姿勢を、はい、そのまま引き上がって歩くゆっくり、ゆっくり、そうです、そうです。今めっちゃ綺麗です。なんかめっちゃバッチリです。自分でめっちゃ違和感あるな。 OK です。はい、徐々にスピードを上げていきます。いいですね。
かない、もう走ってて、はい、スムーズにあーなってる気がする。うーん、やっぱりもともと速いっていうのが大きいですね。やっぱり走ってても意識できちゃうっていう。あ、今やられてることっていうのは別に足が速い人はまあすぐに順応するかもしれないですけども、はい、遅い人も同じようなトレーニングを同じです基本的には続けていくということですね。はい、そうです、はい、まずはこの姿勢ありきで、はい、じゃあ次腕の振り方だとか、はい、足の動かし方っていうところにちょっと次入っていきたいと思います。はい、はい、実際に今トキさんの走りを見たときに、はい、回転を速くしていきたいなっていうところで、はいはい、回転数を、はい、一つ見る上での指標っていうのがあるんですけど、はい、足が今地面にドンって着地しました、はいはいはい、この時の、はい、今ついてますね、はいはい、この時の前足と後ろ足の、はい、この膝 の、 この幅がすごくポイントになってます。速い選手の足が地面についてます。膝がもうこの辺に来てるんですよ。今この次のこれからやっていく練習の一つとしては、ついた時のまずこの膝の位置、これをできるだけ早くしたいなと、はいはい、このぐらいの今僕28センチで3速調ぐらいにマーカーを置いてるんですけど、はい、このぐらいの感覚だと結構手も使わないと、はいはいはい、いけなくなると。ポイントがいくつかあって、はい、まず一つが腰の高さぐらいから下ろすっていう意識なんです、よくあるもも上げってあるじゃないですか。ありますね。もも上げの時ってもも上げる意識ばっかりが意識がいっちゃって、はい、下ろす力っておろそかになっちゃうんです。はい、僕はもも上げじゃなくてもも下ろしてる。もも下ろし、はい、足元に、はい、空き缶があります、はい、缶をちょっと踏みつぶしてください、はいはい、その時に今下ろした場所って、はい、自分の体の真下の方がつま先の位置で母子球の位置でしっかり踏めないですか、はい、浮かし上げてもいいですか。この辺の方が力強く踏めますよ。踏めますね、はい、かかとからつくとこの辺に足がつく。ここで缶踏める。あ、はい、そうですね。そもそも力が入らなくなっちゃう、はい、あなので、はいここの間に、はい500ぐらいの缶、はい、その缶を潰すっていう意味で、わかりました。例えばツナ缶ぐらいのサイズだとこれくらいで踏めちゃいます、はいはい、でも500の缶だと意識的に勝手に足上がりますよね、はい、そうですね、はい、いきます。ここで腕の力っていうのがすごく大事になるんですけど、はい、腕振りは大事なんですけど肩振りになっちゃう人がすごく多いんですよ。しっかり腕をだけを振るっていうのがポイントになってます、はいはい、腕の中のどこがポイントなのかっていうのが肘です、はい、肘を後ろにしっかり振るっていうのが大事です、はいはい、でこの時に姿勢が大事ですね、はい、確かに、はい、でちょっと肩リラックスして、で僕後ろに手のひらを置いてあるんで、はい、そこまでしっかり振ってみましょう、はい、はい、どうぞ。そうです、そうです、今肘後ろにしっかり振ってますよ、はい、この腕振りが大事です。はい、走塁革命、ここまでのまとめです。速く走るために1つ、走る姿勢を作ります。2つ目、回転数を上げます。太ももを下ろす、そしてしっかり腕、肘を後ろに振ることです。お願いします。はい、足の高さの位置見てください、はい、しっかり上がってきましたね、はいはいはい、お上がってきましたね、はいはい、これすごくいいと思います、はい、で着いた時のももの位置も当然足の感覚も狭くなってるっていうのはあるんですけど、なるほどなるほど、すごく速くなってますし、すごくいいと思います。お、はい、さっきこれに隙間ができたんですよね。そうなんです。要はここで歩幅が伸ばしていくでもこのぐらいの回転数が立ってるとすごくいいですよね。なるほど。これはちょっと回転数を過剰にでも高めさせるための練習なので、なるほど、足ってこんだけ膝をこんだけ高く上げても早く動かせるんだよっていう意識を今入れてます。うん、はい、大きく速くって大きく速く、はい、はい、大丈夫です。上から踏みます。はい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 、はい、このままいきましょう。おおいいいいお、帰ってくるのも早い、帰ってくるのも見てください。あ、本当だ、お、綺麗、あ、その今の感じ綺麗本当だ。やっぱ意識はしましたか。した、した、した、した。で、ポイントがこの後ですね、はい、しっかりこのマーカーが終わった後の足です。足もしっかり上がっていて、はい、下ろした時の位置見てください。あ、本当だ、あれ隙間なくなってる。これ回転が速くなってるってことなんですよ。ほー
そんな変わる。でででででででレベル上がった。この練習をすることによって、まずその自分が回転数が高まるっていう認識も大事なんですけど、はい、正しいフォームでできてるかなんですよ。うん、そうですね。この練習を何回もやると、うん、早くやるってことだけが最初に働いちゃうんで、はい、フォームを置いといて早く動かそうとしちゃうんですよ。はいはい、そうすると足も上がんなくて、はい、腕も振らなくていい、はい、っていうふうになると意味がなくなっちゃうので、この主観的な感覚と客観的な自分の、はい、見た感覚のすり合わせがすごい大事なんです。うん、まずは形をきちんと。そういうことです。はい。出るよやっぱり。へえ。出るようになってますよね。この辺です。はい。そうです。回転数上がってるの分かります。そうそうね。はい。見てくださいこのフォーム。膝がしっかり上がっていて。陸上選手みたいな。おおすげえ。下ろす。へえ。明らかに回転数は速くなってます。うん。普通って、はい、結構こういうのを繰り返して初めて定着していくんですけど、はいはい、まあ、昔すごく足が速いとか、もともと地足が速いとかって、はい、やっぱりこの修正力とか思い出す力っていうのが僕優れてると思うんです。はい、なるほど、筋肉と一緒ですね。間違いないです。はい、マッスルメモリーって言いますから、ね。今すごいそれが出てきてるんで、はい、理想としてはこのマーカーそうやって走る、はい、マーカーそうやって走るっていうこの交互の繰り返しっていうのはすごく大事になります。なんだか33歳徳さんの足は速くなっていく。というわけで走塁革命後半は明日公開。1歩目のスタートを速くする方法、さらにスピードを出す走り方などお届けいたします。お楽しみに。11月プレゼント企画やってます。まずは兄貴も気に入ったアディダスピッチャー用軟式グラブ、 Z さんのブラックキャノン Z2、 私もこのバットでかっ飛ばしました。さらにレボルタイガーハイパーウィップ MQ 対応の新バット、続いてワールドペガサス内野手用、続いてベルトコアエナジー、いずれも11月末までのチャンネル登録で当たります。お待ちしてます。